さあタイガーマスク、これより開幕戦に登場、三沢光晴君結婚おめでとう。タイガーマスク中野真一組、今夜の相手はザ・ロックンロールエクスプレスであります。春爛漫の日本列島、爽やかな風に乗りましてスーパーパワーシリーズが開幕。セミファイナルはアメリカの顔にいっぱい、噂のロックンロール野郎ギブソン・モートンのザ・ロックンロールエクスプレス来日第一戦、受けて立つのはタイガーマスクの中野真一。さあさあタイガーマスク、黄金のスーパーヒーロータイガーマスクは去る5月の10日、女優の椎名智美さん、本名阿部真由美さんと結婚式を挙げました。美人で素敵なお嫁さんを獲得したタイガーマスク、バラ色の25歳トラ選手ということになりますけれども、甘い新婚生活はお預けてあります。厳しいシリーズに新生タイガーマスクとして登場です。さあ来日初戦、どういうレスリングを展開してくれますか。ザ・ロックンロールエクスプレス、試合に先立ちまして日本テレビ並びにスポンサーから豪華な花束が贈られました。ロックンロールエクスプレス売上15ポンド、リック・モートン。まずリック・モートン、テネシー出身狂乱のロック野郎リック・モートン。気候師と言われております。我がコーナーリアクルデファント中野真一、高度なテクニックでロックンロールをナックアウトするか中野。タイガーマスク晴れて三沢光晴を表明、しかしファンの夢を満たすためにタイガーマスクを名乗ります。タイガーマスクであります。45分の一本勝負、さあ話題いっぱいの好カード、ロックンロールエクスプレスの初来日、そしてタイガーマスクの結婚と、山さんこのカード何かこうウキウキしてきますね。そうですね、まあ、ロックンロールエクスプレスというのはね、はい、日本のあのヤングのプロレスファンにとっては大変に待ちに待った選手たちですからね、そうなんですよね、本当にこう期待通りのものを見せてほしいと思いますね、はい、ご覧いただけばもうお分かりと思いますが、ファッション、それからルックス、そしてミュージック、まさにアメリカの風がリング上を支配してまいります。ギブソン・モートン、注目は誰から出るか、リック・モートンから出た、リック・モートンが先兵、そしてタイガーマスクだ。さあ結婚したばかり、まさに新婚ホヤホヤのタイガーマスクということになりますけれども、ジャイアント馬場さんご夫妻の媒酌で5月の10日、東京若坂山王の比叡神社で結婚式を挙げました。素顔の三沢くんということになります。本当に嬉しそうでした。オナコードの馬場さん、おめでとうございました。結婚にあたりましてどうですか、マナ弟子タイガーにはどんな言葉をかけられました。いや別にどうってことないでしょ、どうってことないですか。本人はもう非常に喜んでましたけどね。しかしまあレスラーには山田さん、ハネムーンがないですね。そうですね、かわいそうですね。もうすぐ試合、まあ、大変な毎日が続くわけですね。そうですね、まあ、このタイガーマスク、まあ、結婚を機に3年9ヶ月にわたって着用したマスクを、まあ、脱ぐことになりましたけれども、戦う時にはご覧のようにマスクをつけます。さあ今度はロックンロールエクスプレスご紹介してまいりましょう。リック・モートンから今度はロバート・ギブソンにタッチが行われました。ロバート・ギブソンがチームリーダーであります。お、早いタッチプレーだ。この早いタッチプレーも特色ですね、山田さんね。そうです、早い動きと、はい、もちろんタッグチームとしてですね、はいはい、非常に洗練されたテクニックを持っているわけですね。リック・モートンの方が身長ではやや低いですか。そうです、180センチ100キロ、ロバート・ギブソン183、102キロですね。そうですね、さあ何しろ NWA の世界タッグ、去年の9月までタイトルを守っておりました。実力的にも十分なものを持っています。さあリック・モートンとタイガーマスク、これは興味津々の対決。リック・モートンがボディスラムだ。そしてタイガーマスクを叩き起こしてリングの中央、またロバート・ギブソンにつなぎます。本当にスピード感覚あふれるロックンロールエクスプレス、まさに特急便。さあ足を取ったぞタイガーマスク、円錐、円錐、ロバート・ギブソン右の円錐、もう的確に円錐を捉えました。キック力はどう見ました、山田さん。まあ、今一発だけですが、はい、まあ、狙い通り正確に当たってましたね。あ、そうですか。ダメージの方は、これはちょっと分かりません、はい、タイガーマスク今のよく決まりましたよ。よく決まりましたね、バシッと決まってますね。これはロバート・ギブソンです。ロバート・ギブソンのキックはそうしますと要注意ということになります。さあタイガーマスク一旦引っ込みまして、今度は中野真一であります。まあ、アメリカでは山さん、このロックンロールエクスプレスのファンというのはいわゆるこの超熱狂型のファン層がたくさんいるようでありまして、彼らと同じこのバンダナをつけて同じ T シャツを着て試合のリズムに乗りまくって、そして楽しむんだそうですね。ですからやはり新しいタイプのレスラー、しかも
単にファン服装だけじゃなくて、はい、非常に試合の中身もいいということなんでしょうね、ええ、超小型カメラの映像であります。馬場さん、このロックンロールエクスプレスまだ第一戦ですけれども、日本のファンのハートをどうでしょうか、掴むことできますかね。そうですね、それはまあ難しいと思いますね。ですから、はいはい、彼はねやっぱりアメリカでね最も人気のあるチームでしたからね、そういうことはもう頭の中にありますからね、彼らのプライドでしょうから、はい、この映像は天井カメラです。どうも失礼しました。はい、おいおい彼らの持ち味も出て日本のファンの皆さんに分かってもらえると思うんですよね。そうですね、そうですね。馬場さん、2週間の滞在なんですけれども、日本チームはどんなチームと今後戦わせていくおつもりですか。まあ、彼らやっぱりね我々もよくは知りませんからね、はい、彼らに、まあ、やっぱり体重がありませんのでね、どうしても、まあ、冬木、川田、井上、寺西、淵、これらがやっぱり挑戦していくと思いますけどね。そうですね、そうですね。今日は2階席からそのフットルース軍団、アジアタッグチャンピオンの川田冬木がもう熱心にこの、ザ・ロックンロールエクスプレスの試合を見つめています。このアジアタッグ王者の川田冬樹がやる気満々でしたね、山田さんね。そうですね、まあ、非常に相手としてはね、はい、興味のある組み合わせだと思いますね、はい、本当のロックンロールエクスプレスの実力を知る意味で馬場さんお尋ねしますが、有言法あるいは五輪コンビとの対決はないんでしょうか。いや、それはいずれあると思いますけども ね、 いずれね、はいはい、まあ、来日、まあ、初めての来日ですからね、これでこの流言法あるいは五輪コンビと対決してどの程度の実力か、このあたりも私たちは見たいですね、山さんね。そうですね、まあ、ただね今日 の、 相手をしているチーム、はい、タイガーマスク中野組というのはね非常に格好の相手だと思いますね。あ、そうですね。さあ今度はタイガーマスクと中野真一チームが攻めてまいりました。非常にスピードのレスリング、まさにロックンロール特急便エクスプレスという、ま、あーチーム名でありますが、スピードという点では山さんどう感じてます、うん、ですから一人一人の動きももちろんなんですが、はい、やはりチームとしてバランスが取れているという感じじゃないでしょうか ね、 あーねー。さあタイガーマスクの登場であります。相手はロバート・ギブソン、フライングボディアタックでギブソンを潰します。さあ攻勢に出てまいりました。タイガーマスク結婚して初めての試合ということになります。馬場さん、タイガーマスクの結婚のお祝いに何かビッグな企画はないでしょうか。はい、このシリーズはね、ありませんね。そうですか、次期シリーズが楽しみということになりますかね。まあ、レスラーには特にこのレスラーの奥さんにとりましてはまあ寂しいことなんですけれども、結婚したばかりですけれどもハネムーンはお預けということになります。このハードなまあシリーズに突入して特に労働地方巡業に出ますと、まあ、別れて暮らさなければならないわけですけれども、これはもう山田さんあれですか、レスラーの奥さんの宿命ですかね。そうですね、まあ、やはり戦う男ですから、はい、まあ、東京にばかりいるわけにはいかないんで、はい、だからもう本当にアメリカだったら全米を歩かなきゃなりませんし、本当に世界をね、はい、股にかけて、いうこともありますか。そうでしょうね、まあ、タイガーマスクの奥さん、おっとカウント3か、いかないですね、中野が外しました。ロバート・ギブソンの攻撃であります。今はダブルの攻撃を見せましたね、さあこの非常に速い速いという印象私たちは持っているわけですけれども、それほどでもないと言いますか、両選手がそれは速いんですよ、ですけどもやっぱりみんなね様子見ですよね、はい、あ、そうですか、もう初めて対戦するんですからね、何をやるかわからない、そういう意味ではもう、うん、様子見です。なるほど、わかりました。さあ今度はロバート・ギブソンとリック・モートン、何でもかんでもダブルで攻撃するということも伝えられておりますけれども、しかし一人一人もなかなか個性的な選手であります。今度はリック・モートン、ギロチンドロップを落としてまいりました。力強い攻撃であります。打つところがいいですね。これが天井カメラです。さあ相手のコーナーに持っていきます。ロバート・ギブソンが足をすくって、さあ足をすくっての首固め、ロバート・ギブソンです。もう今日の開幕、これが小型カメラ、今日の開幕戦、土浦のお客様 も熱心にリック・モートン、ロバート・ギブソンの、動きをじーっと見つめています。何しろ待ちになったこの若手レスラーの騎士と言われておりますザ・ロックンロールエキスプレス。さあ今度は中野の攻める番だ。中野をうまく捉えて、さあコーナーを自分で守りますロバート・ギブソン。さあ
ものすごい勢いで突進してまいりました。ディック・モートンに一旦タッチが行われました。そろそろ得意のダブルの攻撃が出てくるのかどうか。ディック・モートンであります。ディック・モートンは180センチの100キロであります。さあリングの中央でいいポジションを取りました。中野を押しまくります。そしてディック・モートンが、おっと今度は中野、さあ今度は海底エビ固め、赤のコーナーに連れてまいりました。これは中野とタイガーマスクのコーナーだ。さあここでタイガーマスクの登場であります。相手はリック・モートン。その特徴あるテクニックという面では山さん何か今までのところ感じてますか？いや、はい、割と万能タイプだなという印象ですね。いろんな技を出しますよね、はいはい、なるほど。何でもできるし、動きもねだんだんじわーっとスピードが出てきましたね、はい、さあ超ヘビー級戦士、さあ飛び込んでいくかどうか。タイガーマスクは張り切っている。もう一回変幻自在の攻撃を見せるリック・モートン、びっくりの表情。さあチャンスだ、タイガーマスクいいところを見せてほしいと思います。相手は超人気チームザ・ロックンロールエクスプレスだ。さあ腰に乗せました。今度は首を取っていきます。ロバート・ギブソンにタッチ。そろ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 エンジン全開でいよいよエクスプレス特急便ファイトを見せてくれるのか。ロバート・ギブソンにつなぎました。またまたタッチが速くなってまいりました。エルボーを落としていきます。エルボーを落としていきます。超ヘビー級のレスラーではありませんので、一つ一つのパワーという点では欠けるものがあると思いますけれども、そこをこのダブルで補っている、そういう感覚であります。今度は再び、リック・モートン、リック・モートンにタッチが行われました。タッチワークがね、はい、だん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 スピードアップしてますね。そうですね。リック・モートンが年上で32歳、父親は元レスラーのポール・モートンというふうに、書いてありますね。そうですね、はい。まあ、レスリング一家に育ちましたこのリック・モートン。一方ギブソンの方は、アマレス、それからフットボールの選手からプロレス入り、こういうことであります。さあギブソンとタイガーマスク、相手もなかなかやるなという表情はっきりと見せました。ロバート・ギブソンチームリーダー、ちょっと密談であります。やはりね、タイガーマスクはかなり大型で、はい、しかもああいう動きができるというのを目の前で見せられると、やはりちょっと考えてますよね。なるほど、そうですね、さあ中野の攻撃、リクモートをどういうふうに料理していくか。さあパワースラム豪快に決めた。さあカバーだカバーだカバーだ、リクモートを外します。そっと今度はボディにパンチ、ボディにパンチ。勝負は今10分が経過いたしました。初来日初出場のこのザ・ロックンロールエクスプレス、これがダブルの攻撃。いいタイミング、ロバート・ギブソンが中野真一を捉えた。タイガーマスク間に合いました。さあザ・ロックンロールエクスプレス、さあ10分が経過したところで、馬場さん実力はどういうふうに見ましたか、ロックンロールエクスプレス。いやもうね、僕は彼の試合をよく見てるんですけどもね、はいはい、こういう2人の攻撃がね、素晴らしいんですよね。ダブルの攻撃で中野を捉えました。やはりザ・ロックンロールエクスプレス、リック・モートン、ロバート・ギブソンのこのあうんの呼吸、これが一番の、まあ、宝でありましょうか。毎日第一線を飾りましたリック・モートン、ロバート・ギブソン、この実力もさることながら、何と言いましてもリング上が華やかになって、いかにもアメリカという雰囲気が伝わってくる、これがいいですね。そうですね、とってもおしゃれっていう感じですね。はい、そうですね、はい、来日第一戦を飾りましたリック・モートン、ロバート・ギブソン、このシリーズどういう風に展開していくか分かりませんけれども、アジアタッグ王者チーム、日本のザ・ロックンロールエキスプレスを辞任するフットルース、鎌田、ブイキ組との対決が非常に楽しみであります。前線虚しく第一戦を失いましたタイガーマスク、中野真一チーム。タイガーマスク選手、結婚して初めての勝負でありましたけれども、男らしく戦ってまいりました。奥さんの阿部真由美さん、どうぞご安心ください。さあ今の勝負は10分42秒、最後はロックンロールエクスプレス、リック・モートン、ロバート・ギブソンチームが中野タイガーチームを打ち破りました。